6月1日水曜夜9時の旅する水曜日は、うるわしのガーデン散歩。案内人三上真史が春爛漫のガーデン旅をご紹介。釈由美子さんと静岡県伊東市へ。これルピナス。ルピナス。あ、ご存知ですね。はい、うちも育ててます、ルピナス。そうですか、そう、育てやすいんでね。はい、伊豆大島を一望、奇跡のオーシャンビューガーデンをたっぷりとご紹介します。なんかここにいたらもう時が経つの忘れそうですよね。そうですね。さらに遼河はるひさんとは山梨県をガーデン散歩。まあ、大輪なんですよ、これぐらい。あ、本当だ、大きいですね。この色もいいですよね。ですね。わあ、綺麗。音楽とバラが融合するローズガーデンの魅力に迫ります。6月1日水曜夜9時放送、お楽しみに。